はい、 DJ フォーデン K です。今日のトークテーマはニューヨーク違法移民の実態です。今回ね、こういうテーマなんですけど、移民文化っていうのはヒップホップカルチャーにもね、いろんなところで関わってくるので、こういうのを知ってるとヒップホップのリリックや、あと映画とかを見た際にもね、背景が分かって面白いかなと思いました。今日も動画ではなく音声だけになってます。前回も言いましたが、今後ねちょっと音声コンテンツっていうのにも力を入れてやっていきたいなと思ってるので、ラジオみたいな感じで聞いてもらえればと思います。まず最初に言っておきたいのが、今日のトークテーマ違法移民ということなんですけど、僕自身は10年間のアメリカ生活で不法滞在だった期間は1日たりともありません。それからこのコンテンツは違法に滞在する人を助長したりする目的ではなく、あくまでジャーナリズムとして、世界にはねこういったことが実際にあるよっていうね、現状をリポートする目的で作っています。さて行ってみましょう。まず移民とはっていうところなんですけど、移民とは英語でイミグラント、自分の生まれた国から違う国に移り住んで一定期間住み続ける人たちのことを言います。通常移民とは合法的な手続きのもと違う国に移り住む人たちのことで、移民が全員違法なわけではありません。ここは言葉のイメージに引っ張られないようにしましょう。そして違法移民とは合法的な手続きを踏まずに、もしくは最初は合法だったが途中からビザが切れて違法に違う国へ移り住んでいる人たちを指します。皆さん日本で移民っていうとね、あんまりいいイメージなくて、どちらかといったらこの違法移民の方をイメージする人も多いんじゃないでしょうか。しかしですね、ここで知らなければならないのは、そもそもアメリカという国自体が移民大国ということです。移民大国というと移民がいっぱいいるからでしょっていうふうにね思う人もいるかもしれませんが、そういうことではなくて、そもそもアメリカという国がですね、コロンブスに発見される前に一番最初に住んでたのはインディアンだけで、それ以外の今アメリカ人と呼ばれている人たちはみんな最初は先祖の誰かが移民として入ってきてるっていうことなんですね。これは本当に当たり前のことなんですけど、意外と日本の人ってアメリカ人っていう一括りにして考えてる人が多くて、これを理解してないのかなっていうふうに思うことも多いです。一番最初に移り住んだのはイギリス系っていうふうに言われていて、この人たちがアメリカの中枢である白人文化を作りました。その後アフリカ系やラテン系などね、どんどん移り住んでって、そこでね家族を作って子供を育てて現在のアメリカができてきたっていう感じなんですね。なので何世かという違いだけで、もともとはみんな先祖がどこかから移り住んできた人たちの集まりっていうことなんですね。なのでアメリカでの分断構造や人種差別とかもね、すっごいシンプルに言うと、全員違う場所から来たやつらがどれだけ長くいたかで陣取り合戦してるみたいな感じなんですね。また歴史を語ると長くなるので、この話はここら辺にして、今日のメインテーマ違法移民の実態ですが、やはりアメリカで一番社会問題とされているのはラテン系、メキシコやグアティマラからの違法移民問題でしょう。これは要するにメキシコとかの貧しい町からビザを取らずに勝手に独自の方法で入ってきて、そのままアメリカで働いてしまう人たちが山ほどいるんですね。どうやって入ってくるか、なぜ入ってくるか、順に解説していきたいと思います。まずはなぜ入ってくるかです。これは簡単に言うと出稼ぎです。メキシコやグアティマラの彼らの生まれた町には仕事がないんですね。あったとしても貧しい暮らししかできないということで、みんな働きにアメリカに来ちゃうわけです。で、だいたいね10代前半の小さい頃から入ってきて、アメリカのレストランやバーのキッチンで働くんですね。ちなみに彼らの自国とアメリカでどのぐらいの貧富の差があるかっていう話なんですけど、例えば16歳の子がアメリカで朝から晩まで働いて20万ぐらいのね給料で働いて、一部の生活費以外は家族に仕送りをするんですね。これは子供が親に仕送りするんですよ。それでね、半年とか1年とか働くと自国に家が建つみたいな、そんな感じなんですね。もう一つ聞いたことがあるのが、だいたいアメリカで10年働いて自国に戻ったらもう一生働かないでも生きていけるみたいな、そんな話も聞いたことあります。僕たち日本人は言うてもね1ドル100円前後で行き来するみたいな感じなので、もう全然感覚違いますよね。それだけね自分の国とアメリカの差があったら、そりゃまあ無理くりでも入ってきちゃうわっていう、そういう感じなんですね。次にどうやって入ってくるかです。当然日本と違って陸続きなので、昔からよく言われているのが、国境沿いを泳いでくる、電車の上に乗ってくる、走ってくるなどです。まず泳いでくる、これは一番ハードだと思います。聞いた話ではね、よっしゃアメリカ行って金稼ぐぜっつってね、友達3人ぐらいで泳ぎ出して、到着して振り向いたら友達いなかったなんていう話があったりとか、また電車の上に乗ってくるというのではね、電車の上に、まあ、勝手に乗っかってくるんですけど、移民局もバカじゃないんで、アメリカの方の駅で待ち構えてるらしいんですね。なので結構なスピードで走ってる電車から飛び降りるっていうね。でこれも死んでしまう人もやっぱり多いみたいです。
ちなみにこの電車の上に乗っかってくるというのは闇の列車光の旅というね映画の中で描かれています。この映画はメキシコの MS-13 っていうギャングから逃れてアメリカに移住しようとするみたいな話で、僕は結構ね好きな映画なので興味ある人は見てみてください。最後の走ってくる、これはねこの3つの中だと比較的一番現実的なんですけど、これはもうシンプルにアメリカの国境を走って駆け抜けるみたいなねシンプルな感じです。西海岸の国境沿いの道では移民飛び出し注意みたいな標識があったりするんですね。この鹿飛び出し注意みたいな感じで、まあ、これもね初めて知った時は結構衝撃でしたね。さてここで疑問だと思うんですけど、こんな無茶苦茶な方法でね入ってきたまだ10代前半の子たちがアメリカの資本主義の中枢ニューヨークとかで生活していけるのかと、そもそも家賃払えるのかっていう感じですよね。ニューヨークって一人暮らしの最低が日本円で15万円ぐらい、狭い部屋のルームシェアで9万円ぐらいはかかっちゃうんですね。まだ子供なので20万ぐらいの給料っていう風に考えると全然仕送りできないですよね。でもこれ僕この話聞いた時にこれもねまた衝撃だったんですけど、どうやって生活してるかっていうと、長くいるメキシカンのおじさんが光熱費込みのでかいワンルームを借りてて、そこに10人から15人ぐらい雑魚寝してるから1人の家賃が2万円くらいらしいんですね。で日本食レストランにいるグアテマラから来たね皿洗いの子に、お前ルームメイト何人いるのって聞いたら10人とかって言ってて、もうそれはルームメイトじゃないですよね。で話を聞いてみると、最初は10人とか15人のね雑魚寝からスタートして、稼げるようになって大人になっていくとルームメイトが少しずつ減っていくみたいなね、そんな感じらしいです。もうね一人暮らししたいとかって言ってる日本人の留学生とかに聞かせてやりたいですね。さてようやっとっていう感じですか、ヒップホップの話に行ってみましょう。ヒップホップの世界でも移民の世界観を体現しているラッパーって結構いて、まずはこの人、ロサンゼルスのアーティスト、キング・リル・ジーです。彼はメキシコで生まれてアメリカに来てるんですけど、曲やミュージックビデオでそういったね移民の世界観を表現しています。僕の好きな曲イグノーランスっていうね曲の中で、子供の頃やんちゃして学校の先生から電話かかってくるけど母ちゃんが英語わかんないぜみたいに言ってたりとかね、他にもフレンチモンタナはモロッコからの移民だったりします。もちろんドレイクなどのカナダからのアーティスト、それから最近ビザの問題でトラブルが話題に上った21サーベージなどロンドンからのアーティストとかね、厳密には移民のアーティストなんですが、正直ねカナダとかロンドンってまず母国語が英語であること、それから国としてそこまでアメリカとね経済面で差があるわけじゃないので、アメリカより大幅に貧しい国から来た人たちとはちょっとまた感覚が違うというか、メキシコとかからね来た人の方がはるかにハード大変だとは思います。そんな感じで今日はニューヨーク違法移民の実態について話してきました。冒頭にも言いましたが、もちろん不法滞在を良しとしたり助長したりするわけではないんですけど、ニューヨークのような大都市の労働力のある一定部分を違法移民が担ってるというのは現実ではあります。僕はずっと比較的真面目にビザ申請もやってきたんで、もうお前らがむちゃくちゃするからビザ厳しくなっちゃったじゃんっていうね、そういう風に思う反面で、やっぱり貧しい国からやってきて笑顔で働いてる子たちを憎めないっていうのも正直なところであります。そんな感じで今日は終わりたいと思います。いつも通りチャンネル登録高評価インスタフォローお忘れなくということで、 DJ フォーデン K でした。